寒さも増してきてクリスマスも近づいてきてこんな時に、はい、おすすめのアイテムありますよね。はい、あります。はい、何でしょうか。はい、それはホットチョコレートでございます。はい、はい、ホットチョコレートですね。はい、冬という季節にも、そしてクリスマスのね、この中デザートドリンクとしても、ね、飲んでみたくなるホットチョコレートですけれども、みなとくん、はい、これはこのアムステルダム広場でもちょっと購入するところがあるそうなんですが、はい、どこでしょう。それは皆様の後方にございます屋台にて販売中でございます。はい、松本さん、はい、手を振ってくださってお客様が、はい、はい、候補ですね。はい、はい、そうなんです。もう本当に日々寒くなってまいりましたので、はい、ぜひこうハウスボスの散策の合間でしたり、私たちのこうした、ね、ステージのショーの合間に温まっていただけたらと思うんですけれども、ぜひこんなポーズも一緒に覚えて帰っていただけると嬉しいなというホットチョコレートポーズを本日はご紹介したいと思います。本日紹介するメンバーはこちらの月瀬ちゃん筆頭の5名でございます。ぜひハウスボスはフォトスポットもたくさんありますので、はい、このポーズを撮ってお写真を撮りいただけたらとても嬉しいんですけれども、早速ご披露いただけますか。はい、はい、では真ん中開けましょうか。開けましょうか。じゃあ、みなとくん、皆さん、続いてお願いします。どんな感じだと思う。あ、今日1月だよ。ラインナップです。ラインナップかもしれないね。それではお願いします。はい、せーの、ホットチョコレート。おお、まさかの一度丸を作るという、はい、ラインナップが絵になるかと思わなかったです。そうですね。もう一回ラストポーズ撮ってみて。皆さん、どれかの一ポーズ覚えましたか。あ、後ろの2人はこう寄り添ってるみたいですね。いいですね。はい、ありがとうございます。素敵でした。はい、ちょっとね、体も今のだったらね、すごい動いてちょっと頭で回られますよね。はい、ぜひ皆様、本当にあの日中といえども寒いので、片手に今のポーズも取っていただけたらと思います。